こちらは、ね、日本庭園になります。結構広い。お手洗いもね、ちょっと和風です。で、こっちでお茶飲めるんですけど、1杯600円かな、かかります。ちょっと並んどるね。そしてたっけーたけたけたけ。ここからは盆栽園になります。トラスの学習ゾーン、展示ゾーンとかがあります。ニャム病気。一以下第一位。これは鎌塚でバラか。盆栽教室も行ってるそうです。南部通り文化センター。で、こちら、最後で山桜です。ところでした。休憩所までね、雰囲気がいいですね。あ、ちなみにここはね、飲食などはできません。あとペットを連れてはいけませんという場所になっております。ね、ここにシートとか引いてね、飲食できたらね、だいぶ、ね、人入ってきて汚れてしまうんで、せっかくのこの綺麗がキープできなくなってしまう。まあ、みんながね、綺麗に使えばいいだけのことなんですけど。ふぅ、いい一日だ。あ、なんかあの橋、の橋面白いね。でも、やっぱこう子供公園多かったのに、ここになると一気に子供ゼロ人って感じですね。わわわ、びっくりした。鳥、こっちまで来る時間もないのかもしれないですね。十分向こうで楽しみすぎて、ね、いたらそこら辺ぴょんぴょん走ってそうなのに。おー、なんかすごいね、心がね。さあ、なんて言おうかな、心が
好きな文字を5文字ぐらいで埋めてください。あ、これ亀の形になってる。はい、いい声ありがとう。ですです。日本庭園もね、まあお花が咲いてたりね、水を見れたり、まあ和を感じれたりとね、もう公園にいることを忘れてしまいます。とてもいいものなんでね、無料ですので、ぜひ入ってみてください。出口。はい、時間がこれですね。あとそこではね、炭火焼きでね、お団子売っております。あと今あと氷、もう売ってますか、き氷に。はい、この部のはウィーンの森の森もので、オーストリアから日本の皆様の贈り物ですと、オーストリア共和国の副首相から、まあ、その後もなんか続いたけどからです。ではね、こっちまた最後なんか広場っていう感じのところになりますね。で、歩いていきます。そしてこちらはですね、菜の花でございます。マザー牧場といいね、こちらも綺麗に咲いていますね。まあ、チューリップよりは人少ないけど、こっちもね、だいぶ人気です。こっちの方もね、菜の花と桜のコンビネーションが楽しめます。こっち側は原っぱ東南口じゃなくて原っぱ東花畑というらしいです。ではね、最初の方の入り口に向かって歩きたいと思います。結構ね、足疲れました。お花とかそっち側にあって、ここに売店あって、中央売店ですね。で、あ、ここ今ね、春のフォトコンテストやっております。参加は5月29日まで。で、ここにケヤキソフトっていうのがあるんですけど、まあ、ここに来たら、いいのかな。食べといた方がいいのかな。昭和記念公園のシンボル、ケヤキをイメージしたソフトアイスです。ケヤキの成分は含まれておりません。で、バニラとチョコレート、抹茶はどこっていうところですね。あ、こっちだ。ブーケガーデンソーダとかこれがねあります。こっちにまたね、子供の広場があって、もうこれがね、最初行きの時に見たかも見てないかもね、記憶にないぐらいも今日の公演人事充実してます。多分ね、に移してないはずですね。で、こっちに行くはずです。これで帰り道にね、出口にどんどん近づいていっております。さて、こちらは、まあ、まずね、タイトルを見る前に、まあまあそのままですね、体育座りしている女性だが、しかし顔は下を向いているか前を向いているか、手は後ろで、何をしたいんだろうね君は。ヨガの一つのポーズとでも言うことにしましょう。ではタイトル見てみます。風になって、だからそうか、揺れちゃったのかな。痛風にならないように気をつけていただきたい。頑張れ。お、まだみんなね、ボート頑張って漕いでますね。今までね、ボートに乗って帰れるわけではないのに、時間までに帰れるようにね、頑張ってくださいと。では向こうに行くぞ。これは雪柳でございます。いや、ほんと今日あったかいわ。もう今4時ぐらいなんですけどね、全然半袖で行けるぐらいです。長袖だけど。つぼ焼き芋とか、まあかき氷とかねあって、多いね、芋系。いろいろと芋スティックとか、蕎麦焼き芋も500円から1000円とか、グラムで違うのかな。あと芋ジェラートとかあります。で、まあね、水眺められて、さあ福団子とか焼きマシュマロとかホットドッグとかあります。そんな場所です。よし、駅に戻る。5、6時間か、もうちょっといるいます。あね、そのぐらい余裕で楽しめるので、まあ、もっと朝早くから来てね、もうちょっと遅くまでいるのもいいと思います。公園が広すぎて全部回りきれなかったんですけど、今日はね、こちらで終わりになります。広くてね、本当に面白い楽しい公園でした。またね、来て全部回ったり、他の時期のね、花も楽しみたいと思います。
それではまた。